皆さんこんにちは。今回はポール・マッカートニーの傑作5位を抱きしめよう、 We Can Work It Out について見ていきたいと思います。 We Can Work It Out は1965年12月にデイトリッパーとの両 A 面シングルとして発売されました。本作はアルバムラバーソウルのレコーディングセッション中にレコーディングされました。レノン・マッカートニーの作品の中で数少ないジョン・レノンとポール・マッカートニーの2人で書いた楽曲となっています。その役割分担が比較的はっきりしているという点においても珍しいです。ジョンとポールの対比。 We Can Work It Out はジョンとポールがそれぞれ持ち寄った曲を合体させたとも言われてきましたが、基本アイデアはポールで、中間部はジョンという分担を軸に2人で書き上げた曲というのが実態に近いようです。つまり後のA Day in the Life や I've Got a Feeling のような形式ではないということです。歌詞についてポールは次のように語っています。カントリー&ウェスタンのようなテンポの速い曲を書こうと思って基本的なアイデアを練っていたんだ。ちょっとした歌詞を書いてジョンのところに持って行って一緒にミドルエイトのフレーズを作った。そしたらジョージ・ハリスンがこのミドルエイト For Hushing and Fighting My Friend の部分をワルツにするのはどうだろうかとアイデアを出してくれた。しかしそのものは個人的なもので、歌は誰かに話しかけたり考えを成就させるのに良い方法なんだ。ジョンは1980年のプレイボーイ誌のインタビューで次のように語っています。前半はポールで、ミドルエイトは僕が書いた。ポールが楽観的に We Can Work It Out、 We Can Work It Out って歌って、僕はせっかちな感じで Life is very short and there is no time for hushing and fighting my friend でね。 We Can Work It Out は主にポールが書いた A メロとタイトルを繰り返すサビ、そして主にジョンが書いたミドルエイトから構成されています。ポールのパートは1964年7月に彼が買ったウィラルの家レンブラントに暮らす父親の元を訪ねた際に書きました。テーマは恋人との意見の食い違いですが、彼は自分たちなら何とかできると主張して前向きになろうとしています。とはいえそれは決して軽く受け流せるような問題ではなく、悪くすると二人の愛は永遠に消え去ってしまうかもしれない。そこで彼は彼の立場で考えてほしいと訴える。これは実生活の出来事がヒントになっていました。ブリストルオールドビッグ劇団に加わったジェーン・アッシャーがしばらくロンドンを離れることになり、おかげでポールは彼女のいないアッシャー家に一人取り残されようとしていたのでした。ジェーンと大喧嘩。それは折しもニューアルバムの制作という長くて辛い仕事を目前に控えていた時期でした。ジェーンがロンドンを去ると聞いてポールは怒り、二人は初の大喧嘩をします。当時そしてイギリス北部の労働者階級という育ちからすると、恋人が自分よりも仕事を優先するという事態をポールが心よく思っていなかった公算は大きいです。しかしこれはよく考えてみるとおかしな話なのです。彼の実の母親も助産師という責任がある仕事についていたからです。歌詞からわかる通り、当時ポールが思う素敵な女性とはあなたと一緒にいるだけで嬉しいというタイプでした。ところがジェーンの考えはもっと進歩的で、ロックスターの付き添いという立場には満足できませんでした。ジェーンは学もあり自立した考えの持ち主で、何より女優としての地位を確立したがっていたのでした。恋を抱きしめようの主人公は自分が恋人に何をしてあげられるかということには一切触れず、ただ僕の考えを理解してほしいと頼む。自分は正しく、間違っているのは彼女だと信じているのです。これはいかにもポールらしい考え方です。恋人との関係が破談しかけた時、自分の部屋に閉じこもって泣くのではなく、きっと解決できる We Can Work It Out という前向きな言葉を携えて彼女の前に現れるのがポールです。ミドルエイトは少しダウンビートになり、2人の関係が終わりかけていることを示しています。これはジョンのアイデアです。歌声も歌詞もよりトゲトゲしく、人生は短いのにこんなくだらないことで争っている暇はないと言い切り、これが最後のチャンスだと彼女に警告すると、ポールがより甘い声でより論理的かつ理性的に議論を引き継ぎます。一番いいのはミドルエイトさと、ポールは当時話しています。途中で三拍子に変わるんだ。最初のアレンジはひどかったよ。すごくスキッフルな感じだった。その後のセッションでジョージ・マーティンがビートを完全に分けようと提案したんだ。リズムはゆっくりな3拍子で、そこにボーカルを2倍のスピードでかぶせていった。サウンドは
こうした2つの態度と2つの声を軸に、エンディングにはハーモニウムやワルツのテンポ、さらにはタンバリンまで投入され、人生は巡り巡ると言わんばかりに渦巻きます。この曲は本当は意思の疎通がなくなったことを歌っていて、自説を主張するのと同時に解決策も封じています。議論は堂々巡りをして、音楽的な結論としてはサビの3連のところをバースのメジャーで演奏して解決をつけています。今までの彼らの歌はこの意見の食い違いを目指していました。しかしこれほどまでにはっきりと不安を匂わせる曲は今までに1曲もなかったのです。傑作恋を抱きしめようのレコーディングは、ラバーソウルのレコーディングセッション中だった1965年10月20日に EMI レコーディングスタジオで開始されました。録音はわずか2テイクですが、リハーサルも含めて4時間でベーシックトラックが完成。19時から5時間弱、さらに10月29日にも2時間、ボーカルがオーバーダビングされました。本作のレコーディングには11時間近く費やされ、これまでで最も時間のかかったレコーディングとなっています。しかしそれだけの甲斐があって傑作と称賛され、しかもヒットしました。なおレコーディングでメンバーが演奏した楽器については正確な記録が残っていないため、多くの説が存在しています。音楽評論家のウォルター・エベレットは、アコースティックギターをレモン、ベースをマッカートニー、タンバリンをハリスン、ドラムをリンゴスターと推測していますが、作家のジーン・ミシェル・ゲドンとフィリップ・マーゴティンはマッカートニーがアコースティックギター、レノンがベースを演奏したと推測しています。この曲の構造はシンプルで、個々に作った曲を合体した構成ですが、それぞれを歌い分けず、リードボーカルはポールで、サビのミジョンがハーモニーを歌っています。ディテールがいかにも2人らしく、ポールのバースは希望に満ちていて、メジャーでしっかりとした裏のビートが刻まれています。一方ジョンのサビはマイナーで、情感は鬱積していて、リズムは倍になります。この2つはサビの各行の最後に来る短い2拍3連で結びつけられ、そのウンパンパというメリーゴーランド風の音楽的イメージが曲で歌われる言い争いの不毛を伝えます。全てはこの基本的構造に沿っていて、この曲のイメージを決定づけているハーモニウムはジョンが担当。バースの間は楽観的な感じを出し、サビの間は単音でばらけていきます。ジョンのハーモニウム、ここで注目したいのはジョンが演奏するハーモニウムという足踏み式のリードオルガンです。セッション中、アビーロードのスタジオで古いハーモニウムを見つけ出し、これいけるんじゃないかということでジョンが弾くことになりました。このハーモニウムのまるで呼吸をするような演奏表現がとても素晴らしいのです。 A メロのサウンドの組み立てをご紹介します。コード進行は D と D サス4から C を全音で上下します。ハーモニウムのトップのラインも F と G の音を半音で上下します。実は音の高さの上下は人間の感情、気持ちの高低と比例します。音が上がれば気持ちは高揚、下がれば気分もダウンします。つまりこのコード進行のベースの2度の動きやハーモニウムの上下する半音の動きは聴き手の気持ちを上下させるわけです。失恋した主人公、実はポール自身の気持ちの揺れや切なさを表現していると考えられます。しかも前期したようにハーモニウムは息をするように強弱表現をつけています。これも音程と同じく人の心にある程度比例するのです。大きな音量は楽器、小さくなれば切なさといった感覚です。さらにサビからは切ない単調に転調しています。曲の頭から右側チャンネルから流れる音を注意深く聞いてみてください。寄せては返す波のように流れるハーモニウムがきっと心に響くはずです。 We Can Work It Out はこの時期のジョンとポールの音楽的な協力関係や信頼関係がよくわかる名曲といえます。初めてのビデオクリップ撮影、この曲がシングル発売される直前の65年11月23日、ビートルズはこれまでにない新しい試みを行いました。新曲に合わせた映像の撮影です。新曲を発表する際にプロモーション映像を作るのは現在ではごく当たり前のことですが、60年代当時はビデオクリップという概念そのものが存在せず、曲の宣伝のためにアーティストが直接出向いてツアーやテレビ出演を行うのが通例でした。ビートルズが映像制作を思い立った背景には、そうしたお決まりの手段を取るのが困難になったという事情があります。殺到するテレビ出演の依頼に全て応えることはもはや不可能でしたし、ツアーも回を重ねるたびに混乱の度合いを深め、4人はライブ活動時代に消極的になりつつありました。そこで考え出されたのが
曲ごとに映像を作って英国内外のテレビ局に配給するという方法でした。ジョージはある意味で MTV は自分たちの発明だとも語っています。撮影では発売間近のこの曲とデイトリッパーを中心にヘルプ、涙の乗車券、I feel fine を加えた5曲の映像がモノクロで撮られました。この曲のビデオクリップは3種類制作され、英国のトップオブザポップス、サンクユアラッキースターズをはじめ各国の音楽番組で放送されました。3種類のうち最も多く放送されたのはメンバーが黒い衣装を着用して演奏しているもの。この他には1965年8月15日のシェイスタジアム公演のステージ衣装を着用したメンバーが演奏しているものや、ベニタンポポを据えたレノンのスチール写真が登場するクリップも存在します。映像ではジョンがハーモニウムを弾いています。プロモ映像ではふざけた顔が描いてある髪を楽譜代わりにするなど、ジョンがなんとかポールを笑わせようとしています。目論見は成功し、ポールは最後に爆笑してしまうのでした。まとめ、いかがでしたでしょうか。ポールとジョン2人の死の違いがわかる1曲、 We Can Work It Out、 恋を抱きしめよう。この曲はポールが恋人ジェーン・アッシャーとの関係を綴ったものですが、ジョンが入ってくるところがこれぞビートルズと思わせます。ポールが2人ならなんとかできるさ、 We Can Work It Out と軽快にさえずれば、ジョンが人生は短いんだからくだらないことで喧嘩している暇なんかないよ、Life is very short and there is no time for hushing and fighting my friend とぶっきらぼうにつぶやいて、もう一つの視点が示される。そしてそれら二つを結ぶポップなサウンド、その融合ぶりが素晴らしく、お互いを触発し調和に向けて手助けをし、ジョンとポールの個性が一つの曲の中にうまく溶け込んでいます。一つの曲に二つの顔がある、それがビートルズサウンドの本業と言えるでしょう。それが陰と陽、静と俗、楽観と悲観、メジャーとマイナーという2つの異なる要素になって楽曲の中に立ち現れます。またそうした相反するものを接合させるとき、そのセグエ1つの曲からもう1つの曲へと自然につながることのところで、ジョージとリンゴが巧みな仕事をします。そこに独特な変拍子が生まれ、それまで聞いたことのないような転調の美しさが生まれるのです。唱法においてもポールは一瞬のうちにソフトなバラードからワイルドなファルセットへと移ることができますし、ジョンもまたドライで鼻にかかったつぶやきから攻撃的な絶叫へと変わることができます。その意味で言うと We Can Work It Out、 恋を抱きしめようは、ジョンとポールという2つの個性がうまく握手した、これぞビートルズという作品でしょう。リンゴがいなくてもジョージがいなくてもビートルズは成立しないでしょう。4人揃ってザ・ビートルズ、この曲で言えば途中でワルツ風になるところもビートルズらしさを感じさせます。これはジョージ・ハリスンのアイデアです。この3拍子で曲の趣がガラッと変わります。ビートルズは4人で一つのユニットと思わせる瞬間です。この当時ジェーン・アッシャーとの関係に心を乱され、ポールの持ち前の明るさにも陰りが出始めます。その結果ポールの曲はさらに切れ味の良いものになっていきました。そして We Can Work It Out につぎ込んだ様々なアイデアの成功で、ポールは一層自信をつけます。そしてビートルズの音楽監督的役割はジョンからポールへと徐々に移っていくのでした。今回も最後までご視聴していただいてありがとうございました。